今日は整体アイテムについてです。質問いただきました。紺色の枕、整体枕や 足のマットは何か特別な素材なのでしょうか、というふうにいただいています。特別なっていうのはどういう意味なんだろうね。特別って言えば特別なんですよね。一般的なものではなくて、まあ、その施術用に選定してるっていう意味では特殊なんですけども、だからその素材に機能があるかっていう意味かな、そんな感じですね。まあ、その素材にこう特徴としては、一応枕と足枕とあとホットパックっていうこの3つのセットが基本的にこう体のバランスを取るためにこう使ってるんですけども、まあ、全部に特徴はあります。で、素材として見たら特殊なものもありますね。特殊なものもあるし、まあ、一般的に使われているものもあります。あとこの枕はこれ新しいやつ、新しいです。新しいやつ、はい、初めて見たけど。本当ですか。裏表が分かりやすいです。最新のやつですね。そうです、はい。まあ、これに関しては当然素材とかっていうのは臨床的に、まあ、患者さんに不特定多数の何人もの患者さんが来ますし、使うものですから、まあ、抗菌だったりとか抗アルコールとかね、アルコール消毒とかしたりとか、今のこの時期だとしたりしますから、まあ、そういったものに強い素材というふうなものだったりとかも使ってますね。なので、まあ、清潔で使っていただけるようなアイテムにはなっていると。ただこれ長時間寝るものではないですから、濡れたりとかね、おそらく長時間使っていると綿とかの生地ではなくて合皮で作られている頑丈なものになってますから、その、通気性だったりとかは良くないものになっているんですね。でそれはあえてそういうふうにしているわけですよ。でそれは寝るときに使うものではなかったりとかするので、まあ、そういった意味で、施術用を通して特化して作っているというものがあります。であとはこの高さとかね、高さが本当に1センチ単位で結構変わってくるんですよ。患者さんの状態、歪み方とかね、とか、あとは中の硬さ、まあ、素材とかも、中材とかのね、ものとかも、影響します。硬さとか、まあ、耐久性も当然そうなんですけども、そういったものを加味して、作ってると。で、あとは形とかね、特徴的なものの形とかっていうのが、まあ、体の変化を見ていきながら、ちょっとずつね、改良していってるっていうふうな感じ。ですね。でこれが、まあ、生理痛の枕です。で、あとはちょっと特殊な加工もしているので、もう素材だけじゃなくて加工技術というか、まあ、それでちょっと特殊な、ね、加工の仕方をしています。だからそれがあることによって、まあ、体の、活性化っていうのを、でも物だけじゃなくてその加工技術によって、作り出すという体の変化を作り出すことが可能なので、物だけでは結構変化がで限界があるんですけども、その加工技術のおかげで体をこう活性化していくっていうふうなものもポイントになってます。ちなみにあれですよね、その結構昔から整体枕ありますけど、どんどん形が変わっていってとかね、進化していったんですね。で、あとはこれ今足枕の、アジャスターという感じですね、まあ、アキレス腱とか、足の問題を直してくる。で、仰向けに寝た時の体の寝姿勢というところも整えていくような設計になっています。で、まあ、キュアレという、ね、ブランドで、まあ、僕は今手から離れましたけど、僕が立ち上げたブランドがあるんですけども、まあ、それでも寝る時用の足枕というふうな商品があります。でそれを施術用に改良してもっとパワーアップさせたものですね。でこれに関しては施術台、施術ベッドって言ったりとかもしますけども、一般的な寝具と違って、ある程度硬さを、ね、担保してないと、施術するときにこう柔らかすぎるとクッションになってしまって、うまく施術ができないので、一般的な寝るベッドよりもちょっと硬めになっていったりとかするんですね。で、それ、硬い部分と、あと柔らかい部分だけとか、柔らかすぎても良くなかったりとか、いろいろですね、その条件があって、それに一番マッチングするようにこう設計したという意味では特殊な。設計になっているっていう感じですね。で、素材的にもその枕とはちょっと違った素材を使っている
感じになってますね。これプロ向けじゃないのでなかなかその細かい話っていうのがちょっと言いづらいにはあるんですけども、まあ、特殊な作りをしています。あとはこれホットバッグですけども、中にセラミックが入ってるんですけど、このセラミックがまあ特殊というか、まあ、数種類使ってるんですね。でこの配合比率だったりとかがすごく味噌 で重さもそうですし、サイズ感とかも、あとはどこの場所に使うかとか、まあ、そういったところっていうのもやっぱりずれたりとかすると効果って薄れていくんですね。なのでまあこの必ず使い方っていうところを、まあ、プロの先生たちにはお伝えして、まあ、その使い方をしてもらってるっていうような感じですね。まあ、そういった意味では一番ちょっと特殊な素材という意味ではこのホットパックが特殊かなっていう感じはしますね。一般的にはあんまり流通してないっていうかもの、を使ってるかなっていうふうな感じです。まあ、どちらにせよこの僕がね全部設計して作ってこう選定してっていう話になってるので、まあ、他にはないかなと思いますし、他のところで真似て作ったとしても多分効果出せないんですよね。体の設計とかをちゃんとこう読み取りながらやっていかないと、まあ、完全にね同じもの作ったらあれかもしれないですけど、その中はどういうふうにやってるかとかっていうのは公開してないので、多分真似できないんですよね。プロの先生だったら使ってもらった方がいいんじゃないかなっていう感じがします。使い方とかも一緒に教えてますので、この道具があることによって、まあ、技術がねかなり技術に依存しない結果っていうのが出せるようになってきているので、なのでまあ言ってしまうと素人でもね一定の結果が出せるっていうアイテムになってますから、ぜひ、もしね、施術で使ってみたいんだったら導入してみていただくといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。熊谷さんに聞いてみたいことがあったらコメント欄にコメントお願いします。本日もありがとうございました。